子どもの未来に最高の贈り物をということで、イノベーション先進国のイスラエル発、我が子をイノベーターに育てる教育法とはというか題名のもと、お話をさせていただこうと思っています。本日は2名でご説明をさせていただこうと思っています。最初に簡単に自己紹介をさせてください。ゴールドラットジャパンの加藤と申します。今クライアントの皆様のところと一緒に活動をしながら、一方でこの子どもイノベーター塾というものの運営の担当をしております。プライベートでは2名子どもがいます。3年生と5年生実際にこのカリキュラムをやる中で子どもたちと一緒に私も学んできた一人です。で、実際にこの実体験、子どもたちのその変化ぶりだったりとか、その成長の過程というものを見てきましたので、そういったことも皆さんに交えながらお話が今日はできたらいいかなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。トビタと申します。初めての方とそうでない方といらっしゃると思いますけども、この TOC のコミュニティの中ではトビーというふうに呼ばれております。私TOC で会って13年14年ぐらい経つわけですけども、やればやるほどこのロジックの力、そして TOC の科学的な思考法っていうこのパワーをね、いつもこれはすごいなと再確認している。こういったものを使って、なんとかこの世の中の古い考え方っていうのをアップデートしたいなと、そんなことを考えてます。1,2,3,4 とこありますけども、特にね、今日お話しする考える力の教育、やっぱり日本の学校教育、知識の暗記、ここにものすごく重点があって、そしてみんなが同じように同じことを学ばないといけないと。ちょっと違うことをすると、のけものにされてしまうというとね、陰性かもしれませんけども、そういった教育というのを、これから唯一の正解がない、そういった問題に取り組んでいかないといけない社会ですので、そういった時にこうイノベーティブなアイデアを出せる、そして社会を変革できるような、パワーを生み出せる、そんな教育に変えたいというふうに思ってます。ずっと個人としてもですね、この教育っていうところに、着目といいますかね、興味を持ってまして、右上にあるね、考える力の育て方っていうね、本もこう幸運が重なって出すことができたんですけども、全部の教科が赤点で、なんとか留年を脱出しようというね、そんなところの依頼からよくよく話を聞いてみると、でも学校の勉強っていうよりも僕俳優になりたいんだよねみたいな人を応援してね、実際 CM とか映画とかね、出られるようなことになったりとか、もう一人この本の中のね、主人公の方いらっしゃるんですけども、やっぱり発達障害だっていうね、診断を受けた方なんですけども、成績も悪い、そして、問題行動も多いと言われたことなんですけども、このものすごく乱用されている言葉だと思うんですね、発達障害って。でもよくよく僕いろんな人とこう接してきて、話をしてみるとね、単に育ち方の少数派に過ぎないと。少数派ってだけであいつは病気だっていうレッテルを貼られるっていうのが、すごく間違ってるんじゃないかと。で、中には学校に行けなくなってしまうって子います。このね、いじめとかね、そういう理由ではなくて、いわゆるこう障害のせいでなかなかこう集団行動に溶け込めないとかね、もしくは、IQ が高すぎてあまりにも退屈で耐えられないとかね、いろんな方いらっしゃいます。そういった子たちにじゃあどんな選択肢があるんだろうっていうのを結構私自分の足で調べました。いろんな教育の専門家の方ともお話をさせていただきました。フリースクールってあるんですね。多くの場合は学校、小学校中学校をちゃんと作ろうと思うとプールがないといけないとか理科室がないといけないとか、いろいろレギュレーションがあって、そういうのを満たせないと未認可学校ってなります。小学校卒業にならないっていうね、そんなところに行くっていう選択肢もあります。あとはなんかね、里山の中でのびのびと育ちましょうみたいな、そういった学校されている方もいらっしゃいます。
そういうところいっぱいあるんですけど、一個分かったことがあって、大多数のそういった学校、いわゆる普通の学校の代わりになることを目指している学校も、やっぱり最終的には普通の学校で普通の社会でやっていけるっていうふうに目指している、またはもう諦めて障害者として生きていきましょうと、そのための読み書きレベルはちゃんとできるようにしましょうっていう、そういう選択肢を提供していることがほとんどだった。こんなことが実は分かったんです。一番ショックだったのは、この少数派ならではのやっぱ個性ってあるんですよね。この個性を社会の宝に育てるっていうことを目指している学校っていうのが、まあ、ほぼない。これがものすごいショッキングなことだったんです。じゃあ日本にないならっていうので、実は海外も本当に自分で足を運んでいろんな学校を見てきました。例えばアメリカとかね、カナダとかね、そういうとこですとギフテッドスクールってあります。ギフトって贈り物って意味ですけど、いわゆるこう才能を持って生まれてきた子、すごく端的に言うとこう IQ が140ありますとかね、そんな子だったりします。そういった子のためのプログラムがあったり、まあそういった特別な学校でなくても、やっぱりより子どもたちの多様性を認めようとか、自発性に基づいて学んでもらおうとかっていう、そういったプログラムはこれいろいろあります。それと比べると日本はっていうと、まず授業、結構日本の小学校中学校でも模擬授業とかね、やらせていただいたこともあるんですけど、まずは先生が話しているときは静かにして行儀よく聞きましょうと、そこから始まって同じ体操服、同じ制服を着ると。で、模範的生徒みたいなのがいるんですね。これは先生にとって非常に運営が助かるようなね、いいことなんですけども、そんなのがあって、だいぶ違うなと。そんなところで悩みながら、実際にいろんなこと関わってみると、自分と関わってる子は別に発達障害とかそうじゃないとか関係なく、みんな一緒に学べるんですよね。もしかしたら、いい学びの環境っていうのがあれば、こんなことを気にする必要もないんじゃないか、そんなところに実はこの思いの、ね、原点があります。でちょっとここでね、教育、どんな教育が有効なのだろうかということを考えてみたいんですけど、まあ、前提が変われば有効な手段はもう変わるって当たり前のことですよね。例えばです、何かわからないことがあったときどうしたでしょう。私が子どものときだったら、まずお父さんお母さんに聞く。それでも分からなければ、まあ、地域のね、知恵袋のおばあちゃんみたいな人がいたりして、そんな人に聞く。あとは図書館に行って調べるとかね、我が家にもご多分に漏れず、リビングのテレビの横に二十何巻とか の百科事典みたいのが鎮座したんですけど、まあ、それで調べるんですけど大体分かんないんですよね。でもそんなことやってました。今はっていうと、もうググればいくらでも、少なくともね、単なる情報っていう意味ではすぐ出てくると。富士山の高さ何メートルとかね、すぐ出てくると。こういうふうに前提が変わってきてます。社会で期待されることも、やっぱり日本もね、品質っていうものでナンバーワンになった時代があったと思いますし、その時の教育って誰もが決まった仕事を効率よく品質よくこなせると、そのための基礎としての教養を身につけましょうっていうのがね、多かったのではないか。今どうでしょう。決まった仕事は決まりきった仕事ですね。ルーチンワークはどんどんロボットとか AI とかに置き換えられると。会社で働き出すと残業を減らすための新しい働き方のアイデアはないのかって言われたり、斬新な新商品サービスを企画してくれって言われたり、答えがない問題に対して答えを求められることが多い。もっと言うと SDGs、これ今小学生でも中学生でも知ってるワードです。みんなやってます。これ何っていうと、世界中のリーダーが集まってミーティングして、それでも解決できない世界の難問詰め合わせですよ。こういうのに答えを出すっていうことが期待されてる。人生観ね、まあまさかもういい高校出ていい大学出て一流企業に就職すると人生幸せだと思ってる人はね、さすがにいないとは思いますけども、確率的な人生観にとらわれないということも極めて大事なんじゃないか。こう考えてみたときに、ものすごく前提って変わってる。
昔は知っていることが大事だった、だからあの先生は弁護士先生だとかね、お医者様だとか、たくさんの知識持って資格持ってると偉いみたいなね、そのためにたくさんの知識暗記しないといけない。今はっていうと想像できること、そのために自分の頭でじっくりと考えて答えを出す、こういった能力が大事になってるんじゃないですか。実はね、ゴールドアット博士もこうやって言ってます。メモライズ、暗記するっていうのと think、考える、どっちが重要ですか、どっちを学校で教えてますかっていうと、なかなかこれ耳が痛いですよね。で、私もまあもう結構大きくなりましたけども、2人の息子がいまして、どうやったら自分でよく考えて行動する子が育つんだろう。 AI 時代ってねなってますし、知識を覚えさせるだけの教育ではやっぱり将来不安。でも受験のためにはそういうのも必要かなみたいに思ってモヤモヤするわけです。で、いっぱい習い事が出てきます。これをやると考える力が育ちますみたいのも結構あります。だけども一体どれを習わせたらいいんだろうと、少なくとも自分の人生体験をなぞらせるだけではいけない、これだけは間違いないと。親として何をしてあげたら、何を授けてあげたら子どもの幸せにつなげるんだろうという大きな疑問がありました。もしもこの知識を暗記する、答えを覚える、そんなことを続けていくとどうなるのか、ちょっとこれこの動画をご覧いただきたいと思うんです。にゃんとくんは小学生時代成績優秀、クラスの模範児童で超良い子でした。お父さん、お母さん、先生たち、周りのみんなの期待に応えるのがにゃんとくんの喜びだったのです。それから中学校、高校、大学でも成績優秀で超良い子のまま大人になりました。でも社会人になってにゃんとくんの状況は全く変わってしまいました。学生時代と違って社会人になると教科書がありません。正解もありません。教科書も正解もない世界でどうやって良い子でいればいいかわからなくなってしまったのです。なんとかするためにいろいろな本を読んで勉強したり学校に行ったりしました。でも勉強したことをやろうとしても実際の仕事ではうまくいかないのです。ちゃんと習った通りになぜうまくいかないんだろう。イライラはたまるばかり、どんどんやる気もなくなり仕事にも行きたくなくなってしまいました。良い子になるために一生懸命やってきたのに、どうやってもうまくいかない。良い子の呪いにかかってしまったようです。良い子の呪いを解くにはどうしたらいいのでしょうか。というわけで、知識を詰め込んでね、優等生だって秀才だって言われても、まあ、こういった未来がもし待ってるのであればそれは避けたいと。じゃあどんな教育を我が子に授けることができたら良いんだろうかということを考えてみたんです。やっぱりあの環境はね、自分の時とは大きく違います。そしてこれからだってまだまだずっと変化はし続けるでしょう。そんな時にも興味を持って自分で調べる、創造的なアイデアを出せる、自分の頭で考えて納得して行動できる、意見の違いを乗り越えて周りの人と協力できる、そして俺はうまくいかないこともあるでしょう、でもやっぱり考え抜いて達成できるようになる、こんな力があれば世の中がこれからどう変化してもやっていけるようなスキルが身について、子どもの未来に最高の贈り物を贈ることができるんじゃないか、こんなふうに
考えました。こうやって作られたのが子どもイノベーター塾で、世の中にはたくさん習い事ってあると思います。でもその中で一番の選択肢になりたい、こんな思いを込めてこの子どもの未来に最高の贈り物、このキャッチフレーズを考えたんです。扱うものですね、3つの道具これからご紹介していきますけども、これを使って考える力を育てる塾、イノベーターって書いてありますけどね、常識にとらわれない、そして自ら問いを立てて答えを作る、ね、答えを覚えるというのはだいぶ違いますよね。具体的には相手の立場に立って考える力、ブレイクスルーのアイデアを出す力、妥協せずにウィンウィンの解決策を出す力、既成概念にとらわれず問いを立てる力、複雑な問題でもシンプルに解き明かす力、そしてなぜって興味を持って答えを論理的に見つける力。こんなふうに言われると、え、こんなの大人だって難しいじゃないってね、皆さん思われるかもしれませんけど、これから子どもの事例もねお見せしたいと思います。これを全国のお友達をオンラインでつないでやっていくっていう、こんな塾です。ベースとなっているのはこのイスラエルで生まれたブレイクスルー発想法、これうちの CEO の岸田がね書いた本、子どもの考える力をつける3つの秘密道具ということで、子ども向けのすでに教科書ができてます。山中先生のね、ノーベル賞の山中先生のメッセージもいただいてますけども、興味がある方はねこれちょっとポチッとしていただいて、まずは読んでみるといいかなと思います。いいイントロダクションになってます。でイノベーター塾って名前つけたんですけどね、そもそもこの塾で教えたいスキル、身につけてほしいスキルって何だろうかっていうね、この問いにまずしっかり向き合う必要があるなって考えた時に、イノベーターってそもそもどういう意味っていうね、ちょっと気になって調べてみたんです。そしたら面白いことが分かりましてね、革新者、新技術の導入者、革新者、新しい動向の作り手で、広辞苑は項目なしと、英語の辞書を見ても新しい方法とか製品を使ったり設計する人、こんなことが書いてあるんですね。なんかしっくりこないなと。明日例えば携帯電話の新機種が発表されますと言って徹夜して並んで、その日に手に入れて SNS にこんな使いやすいツールが出ましたみたいに書くとイノベーターなのかなとか思うと、ちょっと目指しているものと違うな、そんなことも実は思ったりして、イノベーターってどういうものだろうっていうのを定義することにしました。この塾では創造的なアイデアを先頭に立って実現することで、世の中を桁違いに良くするような価値をもたらす人を育てたい。まあイノベーターって言ってね、やっぱ創造的なアイデアを出すって、ここ皆さんイメージが湧くと思うんです。だけどもアイデア出すだけじゃダメで、実現しないといけないですよね。行動力が必要です。いろんな人との協力も必要です。こういったことが必要だと思うので、実現するまでがイノベーションですよ、こういったまず文言をねコンセプトを入れてます。そして創造的なアイデアを実現するだけでいいんだろうかと、僕ものすごい発見したんですと、耳からジュースをガブガブ飲めるこんな方法を発見したんですって言って、価値ないですよね。やっぱり価値がないといけないと。世の中桁違いに良くするような価値をもたらすようなアイデアじゃないとダメじゃないか。小学生中学生のね塾ですので、まずは家族とか学校とか、そんなとこから始まって町、社会、そして地球規模の課題と、こんなふうに取り組んでいけるような人を育てたいなというふうに思ってます。これができればということで、さっきの続編ご覧ください。ずっと悩み続けていたある日、にゃんとくんは3つの秘密道具のことを知りました。それは箱と矢印とバナナ。人のせいにしたり自分のせいにしても問題は解決しないことにも気がつきました。そこでどうして思ったようにいかないのか、その思い込みを見つけることにしたのです。そしてわかったのです。教科書通りやればいい、正解があると考えていたことに思い込みがあったことを、教科書がない、正解がない、やらば
教科書にも正解にも頼らず自分で正解を作るしかにゃい。よく考えれば教科書に載っていることも過去の誰かが問題を解いたもの。今教科書に載っていない問題に取り組んで正解を新しく作れば教科書に載るくらいのすごい人にもにゃれるのです。そのことに気づいてワクワクします。にゃんとくんは3つの秘密道具を使ってあらゆる問題に取り組み始めました。するとどんどん問題が解決していくのです。いつの間にか良い子の呪いが解けていきました。問題が解決するたびに毎日が楽しくなります。にゃんとくんの評判はどんどん広まっていき、みんなのお悩みも一緒に解決してあげるようになりました。そしてにゃんとくんはいつしかにゃんと先生と呼ばれるようになり、お悩み解決にゃんと探偵団を結成するようになったのです。ついには子どもの考える力をつける3つの秘密道具という本が出版され、今ではお悩み解決の教科書となってたくさんの人のお悩みを解決しています。にゃんと先生は今では超にゃん気者。今日もみんなのお悩み解決を助ける充実した毎日を過ごしています。めでたしめでたしにゃ。ということで、こんなね子どもたちどんどん育てていきたいと思ってますけども、このブレイクスルーがね次々と生まれている、まあ、このやり方の秘密、これがイスラエル、イノベーション大国って言われてね、自動運転技術とかねいろんな技術持ってますけども、このイスラエルから来た考える力をつける3つの秘密道具と、さっきね箱矢印バナナってね出てましたけども、こういったものを使って相手の立場に立って考えるですとか、ブレイクスルーのアイデアを出すですとか、こういったことを学んでいきます。これなんでイスラエルなのってね、ここに下に注釈書いてあるんですけども、なんか紛争多いってねご存知ですよね。紛争が起きてミサイルが飛んでくるかもしれないと、もしくはそもそもねイスラエルって何十年か前に建国された場所ですけども、土地さえ取られてしまうかもしれない。そういうふうに土地や財産が取られたとしても唯一残るものは何なんだろうか、それが教育だっていうね考え方があるので、ものすごく子どもの教育に力を入れる。結果としてねユダヤ人はこうね例えば金融に強いとかね、ノーベル賞学者が多いとかね、そういったこと言われますよね。こういった教育法がまあこのね背景にあるのはね、こういった環境だと思ってます。でこの箱矢印バナナっていうので、まあ箱と矢印をつなぐと物事の因果関係が分かる。でバナナを使うとこう複数の事象が合わさって初めて結果が起こるんだって分かるっていうね、こういったことを学んでいくんですけども、これすぐ使うんですよ小学生。例えば、小学校1年生がこれを習った後に宿題をやりました。なんて書いてあるかね、読みますね。弟と遊んであげました。だからお姉ちゃんが書いたってことですね。で結果としてお母さんが仕事をする時間が増えました。なぜならば弟がお母さんのところに行かなくなるから、ね、想像つきます？在宅勤務でお母さん働いてると、で、ね、ちっちゃい子がちょろちょろってやってきてママーとかって言い出すと、お母さん仕事を中断せざるを得ないと。こんな環境の中で、さて小学校1年生のお兄ちゃんの僕は何をしたらいいんだろうってことを自分で考えられるって、これすごいことだと思いません？他人のことをきちっと考えて行動ができる。小学校3年生になるとこんな感じです。学校の活動でね、こうやって書いてます。係活動でお絵描き会社に入りました。最初は僕合わせて2人でした。でもその後結果として次の係活動決めでは前の7倍の人が入りました。これすごいことですね。教室の、クラスのメンバーの中のほとんどがこの係なんじゃないかと。なんでですか？どの会社よりも努力したから。ここまでは書けると思うんですけど、
この後の考察がすごいんです。こうやって書いてある。毎日の生活では努力することは夢のために諦めないので勉強に使えると思います。こうやって書いてあるんですけど、何がすごいかっていうと、かかり活動っていう一つの事例、これを一般化して他の場面にも使えるような知識にまできちっと昇華させてるっていうところが、やっぱり小学校1年生と3年生の違いなんじゃないか、こんなふうにして使ってるわけです。こうやって3つの秘密道具、ね、因果関係で考えるっていうツール、対立を解消するっていうツール、目標を達成するツール、この3つのツールを箱と矢印とバナナの組み合わせでやっていくんですけども、本当にね、ここに今リストが出てますけども、子どもだけじゃなくて大人もできるようになりたいスキルのもう詰め合わせみたいになってます。対立を解消するってことについてもちょっとねご覧いただきたいと思うんですけども、キリギリスのお話ありますね。キリギリスは怠け者というかね、遊ぶのが大好きで夏の間こうやってバイオリンを弾いて毎日歌って踊って遊んでましたと。アリさんはその間にも一生懸命ねエッサホイタと働いてました。冬になってキリギリスさん食べ物がなくなってしまって、フラフラになって倒れてしまいましたっていうね、こういうお話なんですけど、何がいけなかったんだろう。働くべきなのか、夏にですね、夏のうちに働くべきなのか、働かないべきなのか、どんなふうに考えるかというと、そもそも何が目標なの、目的なの。そうするとね、冬に食料もあるしいっぱい遊べればいいんだって、これ子どもたちが意見言ったんです。もう少しね議論を進めていくと、ここで大事なのがね、シンキングタイムにゃって書いてあるんですけど、パッとひらめいたことを言うっていうのはまだ考えるうちじゃない、うちに入らない、じっくりと考えるというので、こう30秒1分って考えてもらって意見を出してもらうと、これがいいと、一年中だと、冬だけじゃなくて一年中食料もたくさんあって遊べる方がいいんじゃないと、その方がもっといいよと。今が楽になる必要もあるけど後も楽になる必要があると、どうしたらいいんでしょうっていうので、ここのすごく大事なところは、たった一つの正解があるわけじゃないと、はいあなた丸とかあなた×とかそういう授業じゃないんです。みんなで意見を出してもっといい方法ないのっていうので意見を高め合っていく。で、例えばこんなの出るんです。無人ロボット働かせて食料を作ればいいじゃないと、そしたら俺遊んでられるじゃんっていう人がいたり、仕事をなんか今は仕事がつまらないものっていうことになってて、確かにアリさん見てるとね、一生懸命なんかこんなの運んで辛そうな感じがするんだけど、仕事がつまらないものっていうこの概念がおかしい、仕事を楽しくしたらいいんじゃないっていう子がいたり、で友達にバイオリン聞かせて食料をもらうっていうね、なんかこうビジネスパーソンみたいな子供がいたりね、いろんなアイディアが出てくる。どれも正解でいいアイディアをみんなで出そうっていうね、こういうふうにしてやってるんです。で全10回っていうので毎回毎回ね違うトピックで子どもたちがワクワクするようなトピックをね選ぼうっていうので、やっぱり小中学生ですので勉強っていうのは避けては通れないと、どうやって勉強が楽しくなるだろうかっていう、そんな謎をみんなで解き明かそうとかね、あと戦国武将とかね大好きな子結構います。そうやって歴史上の偉人を取ってきて持ってきて成功した理由をみんなで推理してみようとか、あと科学、ね、なぜっていうね、なかなか教科書とか学校だとスッと終わってしまってわからないところのなぜっていうのを、そこを知りたいところは教えてくれないっていうところをもう徹底的にみんなで調べて議論しようみたいな理科の、授業ね。あとね失敗と、いろんな人失敗するんですけども、失敗って何でしちゃったんだろうね、本当はどうしたくてどうしたらよかったんだろうねっていうのを、謎解きみたいな感じでねやっていく。で喧嘩することありますよね、人間生活ですので。仲直りの達人はどうやってうまい方法を見つけてるんだろうか。でイノベーションを生み出すというので、対立した状況、もう対立が大きければ大きいほどそれを解消できるアイデアはイノベーティブだということで、このイノベーションを生み出すための考え方を、探っていく。で将来の夢を叶える道筋っていうので、例えばね最近ですとやっぱりもう小学生になりたいものナンバーワン YouTuber ってことで、授業の中でどうやったら YouTuber になれるのか、ただの YouTuber じゃないです、人気 YouTuber ですね、もう
それだけで食っていけるようなね、そんなことを考えながら皆さん一人一人が、いや自分は本当は YouTuber じゃなくてこれになりたいんだけどっていうのを宿題で取り組んでる。あとは恐竜とかね、物語でなんかこうみんなが興味ありそうなやつを選んで毎回毎回やってます。例えばっていうので、これがね目標を達成するアンビシャスターゲットツリーっていうのを箱矢印バナナで書いたんですけども、ディズニーの会社で働きたいですと。そのためにはこっちが最初の方でこっちが後の方っていうね、まあ、そんな感じで高い目標を自ら立てて、そこに向けて今やるべきことをつなげていくと。そうすると、なんで俺英語勉強やんねえといけねえんだろうみたいなのはなくなりますよね。自分が今やってることと将来がつながっていく。こんなことを小学校5年生がやったり、中学校2年生、これ一番上はね、行きたい高校に行くって書いてあるんです、まあ、中2なんでね、今これを考えるってちょうどいい感じがするんですけど、それでね書いてあることはね面白いんですよ。授業中寝ないとかね、予習をするとかね、一問一問なんか解いていくとかね、書いてあって、言ってみれば当たり前のことが書いてあるんだけど、これをついつい言いたくなるじゃないですか。親がね子供に何とかしなさいって言って、もう分かってるんでね、指示命令してしまうと。それと自分で考えて自分で発見して自分でこれやんなきゃいけねえなって気づくのと、これは雲泥の差だと思いませんか。こういったことが自らできるようになっていく。で当然ね、もう IT の時代ですので、まあ、こういう Google クラスルームとかね、こんなのも使いながら、宿題を提出してもらうってね、こんな風にやってます、まあ、こういった、ブランチ、クラウド、アンビシャスターゲットツリーってね、3つのツールあるんですけども、世界22カ国800万人以上がね学んだツールだって言われていて、アメリカのこのねロサンゼルスの地区でこういうのをね広めた先生がいるんですけども、面白いこと言ってるんですよ。4歳児でも使えるぐらいにシンプル、それでいて CEO でも使えるぐらい奥が深いって言ってるんですけども、これももう毎日のようにこれを教えながら実感してるっていうのも私の感想です。はい、はい、じゃあここからはですね、実際の授業の様子というのを皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。自ら問題を作り、答えを考える、学年を超えた話し合いの場っていうのが、このイノベーター塾の授業の場と思っています。まず授業の様子を動画で撮ったもの、オンラインですのでZoom の動画になりますが、見ていただこうと思います。この日の授業、題材は偉人の失敗に学ぶということでした。これ今日の難問コーナーっていうのがいつもこの授業の後半にあるんですね。で実際にその時に教えてもらったツールをみんなで使って応用問題を解いていくような難しい問題にチャレンジするんです。で毎回このコーナーが来るとみんながわーってなるぐらい、子どもたちがすごく好きなチャレンジ精神をこう煽られるような、そういった時間です。でこの時のお題は野口英世の失敗っていうことで、野口英世は何をしたかといいますと、アメリカ留学を試みるんですね。でその時に周りのいい人たちがいっぱい寄ってきて、お金を工面してくれたんです。たくさんのお金を。でありがとうってなったんですけど、まさかの出発する前にそれをパッとみんなと一緒に使ってしまった。そんなことをしてしまって、留学の資金というものがもう本当にわずかになってしまったということを、まずお話として先生から子どもたちは聞きました。その状態からみんなで議論をしていきます。さてどんな内容だったのかちょっと見てください。問題は何でしょう。お金使ってパーティーやって20円しか残んなくて、何が問題なんですか。お金が減る。留学資金がどうだった。大金を借りますって言ってるところで、うん、留学をするわけじゃないのに、うん、500円を480円まで減らすっていう、うん、ねえ、それはちょっとひどいと思う。パーティーはダメ。ダメじゃないけど、ダメではないけど使いすぎる。なんかさ、みんなのお父さんもさ、来週ぐらいからさ、今日は忘年会なんだけどとか言って行ったりしない？ある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 。あれパーティーです。
パーティーと言ってもちょっとしたパーティー、はい、ああちょっとはいいんだ。パーティーだとしても使いすぎには問題が。ああ使いすぎはいかんよな。しっかりと計画を立てないと。なるほど。限度もあるし。今日僕発見したことがあるんだけどさ、問題解くよりも問題作る方が難しくね。確かに、ね、でもそういうのは好き。はい、まず最初にあの先生からあの問いが出ました。問題は何でしょうかって聞かれたんですよね、子どもたち。問題は何でしょうかってなった時に一瞬みんなハテナがポコって出たんですけど、あの私なんかもそうですけど、学校の教育を受けてくると先生からあの問題を出されてその答えを一生懸命考えるっていうことをやってきたんじゃないでしょうか。でそういうことにはあの違和感はないんですけど、さて問題は何でしょう、ね、皆さん何だと思います？このお話の実際に子どもたちはその問題をみんなでいろんな意見を出し合いながらまず問題を正しく定義するんです。で社会に出てもそうですよね。これが問題ですって出てくるのってなかなかなくってですね、実際に起きてること自体のこれ何が悪いんだろう、何が問題なんだろうっていうことがちゃんと定義されて初めて解決方法に向かうっていうことがあるので、そういったことをこの授業の場で実際にやり取りをしてるんですね。聞いていただいたら分かると思うんです。子どもたちいっぱいあのいろんな声が入ってたと思いますけど、かぶせ合いながらどん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 あのこれじゃないかという答えにあのできるだけみんなで近づいていくっていうことをやっていきます。はい、はい、ちょっとね補足をすると、この授業もねもう何回かやってるんですけども、その時々で来るメンバーはね違います、生徒さんが違います。そのメンバーならでは の意見が出てきますので、その後の進行もね当然出てきた意見にのっとりながらあの解決方法を探っていくとかね、そういうふうになるので毎回毎回違う授業がね展開されるんです。はい、あの子どもたちの発言には本当にびっくりさせられることがあります。なのであのやっぱりあの子どもたちの能力を制限してしまってるっていうのはやっぱり大人の思い込みってあるんじゃないかなって非常に私自身思っています。次のご紹介する授業は、分かってるって言い返したら何が起こるっていうことを、次に起こることを子どもたち自ら考えてねっていうことをしました。あの実際にお家でこういう会話ないですか？ちゃんとやるべきことを先にやりなさいよって言って子どもに言う、ね、分かってるってって言って言いながらこうゲーム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 、いや分かってるって言ってるけど全然やめてないやんっていう、こう親のもや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 ってするのと、このままほっといたらずっとやってるだろうなっていう心配と、いろんなことがこう入り乱れながら、こういったやり取りって非常にどのご家庭でももしかしたらあるんじゃないかなというふうに思います。でこう嫌な感じになる、ね、この会話自体は減らしたいですよね。でじゃあどうやったらこう減っていくんだろうっていうこともあると思います。でこの授業ではあのブランチというツールを使ってですね、箱と矢印を使って物事を因果関係で、この原因があって結果があるっていう形で の内容をつなげていって考えるっていう授業をしました。で授業を受けたのは小学校2年生の一番小さい子から中学校2年生まで、非常に幅の広いあの年齢層でやっています。で先ほどもありましたけど、シンキングタイムというのがあるので、それぞれしっかり自分の頭で考えるということを大事に時間を取ってやっています。でまたあの、ね、知識の違いっていうのはどうしても年齢差ってあるんですけども、わからない言葉が出てきた時にあの上の子に聞くんです。これなんて意味、ちょっと説明してあげて。そうすると一生懸命上の子は それを知ってる子たちはあの小さい子に分かるように、人に分かりやすいように説明をするんですね。そういった表現をするっていうことも非常にいい訓練になってると思います。分かってるって言い返したら何が起こるか、これ小学校2年生の子のブランチです。はい、分かってるよと言い返すと、お母さんも自分もむしゃくしゃしちゃう。ちょっとあの誤字がありますけども、これ自分でタイプしてるんですよ2年生。はい、そしてむしゃくしゃしちゃうから、お母さんは怒りたくなくなっちゃって、自分は勉強したくなくなっちゃうと、そういうことが起きるんじゃないか。もしくは自分がやりたくなくなってしまう。で自分が やらないといけないのにやりたくなくなっちゃうんで、今度腹立つんですね。で腹も立つし、成績もなんなら落ちちゃうんじゃないかっていう危機感にも苛まれると。
ここまでのことが2年生の子たちの子でも、あの箱と矢印を使ってつなげることができました。分かってるって言うとじゃあ分かんなくなっちゃうもん、ね、はい、親 あの思いとは裏腹な感じですね。はい、それから中学校2年生になってくるともっと深刻になってきます。で、分かってるよと言い返すと怒ってしまってモヤモヤしながら勉強するんですよね。で、モヤモヤしながら勉強すると勉強の内容が頭に入りにくくなるんですよね。で、成績が上がらなくなって実際にはこう成績も落ちてしまうんじゃないかということにつながるんじゃないかというのが出ました。一方でその言い方によっては時と場合によっては喧嘩になると。で、喧嘩になってしまうと親との仲も悪くなってしまうし、喧嘩に疲れてやる気がなくなってベッドにボフで結局勉強しない。で、勉強しないとやっぱり成績は上がらないっていうところにつながる。あの実際にはやる気を出してほしくて多分あの親も言われたと思うんですよねでも実際にあの起きることっていうのはあまりいい結果にはならないようです。で、子どもたちは自分の頭で次に起こることをシンプルに考えていきます。で、自分の頭で考えるからこそ分かってるって言い返さない方がいいんじゃないかなっていうふうに学んでいくんですよね。で、自分で考えたことってやっぱり納得感あるじゃないですか。だからこそ行動に移すことができるっていうことなのかなというふうに思っています。皆さんちょっと想像してみてください。親が何々しなさいって言って子どもの行動ってスッと変わるでしょうか。なかなかね、先ほどの会話もありましたけども、なかなか子どもたちの行動ってその言葉では変わらないんじゃないかなっていうふうに思います。で、自分の頭で考えるからこそ主体性を持って行動ができるんだなという、そういった事例なのかなというふうに思います。はい、授業の一部分あのご紹介させていただきましたけども、あの子どもたちの、あの輝き発言ということでですね、この授業の様子あの他にもたくさんご紹介をしています。で、ブログで書かさせていただいてますので、ぜひよろしければ授業の様子ちょっと覗きにあの来ていただければなと思います。この QR コードで読んでいただいてもできますし、ホームページからもあのアクセスしていただくことが可能です。で、この授業を受けたメンバー子どもたちに、子どもイノベーター塾ってどんなところっていうのをちょっと表現してみてもらいました。で、絵でもいいよ言葉でもいいよって言ったところで、あの左側に書いてくれたのは小学校5年生の女の子がワイワイとこうみんなで問題解決をしているような、箱と矢印とバナナを使ってしているような絵を、楽しそうな絵を描いてくれました。で、あゆ子は答えが一つに決まっていないことをじっくり考える場所だっていう子もいたりですとか、箱と矢印とバナナで学校のタブルとか勉強とか戦国武将とか宇宙とかいろんなことが分かるようになる、まだ誰も解けてない謎をみんなで考える楽しい塾だ、そしていろんな年齢の人たちがみんなで意見を出し合って問題を解決するところだっていうふうに言ってくれた子もいます。はい、10回の先ほど あのプログラムの中で最終日10回目は成果発表会になります。9回で それまでに学んできたことを生かして自分の興味のあるテーマに取り組みます。で、実際にその取り組んだテーマをあのプレゼンテーションしてもらうっていう、成果発表会です。で、このここにあの以前にあった成果発表会のタイトルを出しています。で、小学校2年生3年生で仲良しなクラスにするには、で、同じく小学校2年生静電気の仕組みで、中学2年生剣道で鹿児島で1位を目指すスポーツですね。そして小学校2年生 3D プリンターで恐竜ボードゲームを作る、お父さんの会社であの恐竜ボードゲームというと 3D プリンターで作るにはどうしたらいいのかということを考えてくれたテーマでした。で、小学4年生太陽が燃える理由を調べてみた、これブランチを使って調べてみたっていうことだったんですけど、結果的に太陽は燃えてないっていうことに気づいた発表になりましたはい、燃えてるとばっかり思ってたんですよねはい、小学3年生宇宙を研究する科学者になること、それから、同じく小学3年生サッカーの試合中にシュートをするかアシストをするか
悩まれたこと皆さんありませんかっていうことを、これも思考ツールを使って考えてみたっていう。それから小学校5年生、本の関係のある仕事がしたい、本が好きなんですね。そういった仕事をするにはどうしたらいいんだろう、自分の夢に向かってどんな道筋をたどれば自分はそちらに近づけるんだろうということを考えてくれました。それから中学2年生、いじめをなくして誰も傷つかないようにする、非常に難しい問題に取り組んでくれました。小学校5年生、どうすれば計画倒れしなくなるのか知りたいですね非常に興味をそそられるテーマです。はい、小学校5年生、安藤百福はなぜカップラーメンを発明できたのか。これ面白かったんですけど、電気を読むと大体の情報入ってくるじゃないですか。でも自分でそれをまた改めてロジックでつないで考えることによってまた新たな発見があったっていうような発表になりました。で最後、小学校1年生、最年少、お母さんがダメと言ったことをいいように変えた話し合い、非常に平和な感じですよね。喧嘩にならずにダメじゃなくていいように変えるためにちゃんと話し合いができましたっていうことです。はい、内容的に見ていただいた通り、夢、スポーツ、科学、物理、学校での問題、いろんなテーマのジャンルをみんなが持ち寄ってくれました。でこの中からもう全部お見せしたいんですけど、一部、ほんの一部で恐縮なんですけど、ダイジェスト版で、2件ご紹介しようと思います。静電気の仕組み、小学校2年生の発表です。今日いるんじゃないの、はい、もしかしたら、はるとくん、はるくんいますか、いないかな隠れてるかな、恥ずかしいかな、あ、いた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 これでもう全国区の有名人ですよ。やるなはい、見てもらいましょうか。1分ほどですね、はい、見てください。発表テーマ、静電気の仕組み。小学2年生、菅野晴斗。テーマ、静電気の仕組み。大好きな漫画、ドラえもん科学ワールドシリーズ、電気の式の中の蓄電図という漫画を読んで、静電気の仕組みについて自分で分かったことを発表しようと思いました。テーマ、静電気の仕組み。もし2つのものが擦れ合うならば、その摩擦で一方の原子にある電子がもう一方に移動する。ならば静電気が起きて人や物にたまる。もしその人が他の人に触れる、かつ静電気が放出される、ならばバチッと音がして痛みを感じることがある。僕はバチッと音がして痛みを感じることが嫌なので、それが起きない解決方法は、アースを取り付けている。もしアースを取り付けている、かつアースは静電気を大地に逃がすものならば、静電気が人や物にたまらない。子供イノベーター塾ってどんなところ？子供イノベーター塾は、手段や目的や理由や共通目的を考えて解決させるところ。はい。これ、ね、すごい、すげえ、これね、すげえぜ、ハルト君ね、ハルト君やるぞ、発表会ね、あって小学生中学生でいっぱい来てるんですよ。で、静電気ってところでさって言って、いつ習うのって聞いてさ、小学校5年生習った、いや習ってません、小学校5年生習ったって、これ中学生とかでやって、原子がなんとかで移動するとか、ね、でもね、それが実は画一的なこの教育っていうのが問題で、静電気は中学校になったらやるものってこう決まってるわけですよ。僕は小学校2年生でこれに興味を持ってるのに、それはできないと。大人になったらね、大人になったらねって言われる。これ、ボロだったけど、それが問題だって言ってます、うんね、発達段階ってあってね、身長の伸び方だってね、早く伸びる人もいれば、高校生になって急に伸びる人もいればって言ってね、この興味とかね、こういったものを生かして学びたいときに学べるっていう環境がここにあるっていうのが一つの特徴だと思ってます。はい、ではもう一つ、5分ほどなんですけども、中学2年生、いじめをなくして誰も傷つかないようにする。いじめをなくして誰も傷つかないようにするということです。で、どうやってかというと、
ATT を使っていじめを解決したいと思いました。で、今やる理由は、1秒でも早く、1人でも多くの被害者を救いたいからです。今までの方法だと、いじめアンケートとか、被害者が直接告白をしたり、いじめの証拠を集めたり、報告をしていたりしました。で、どのくらいの人が困っているかというと、まあ、いじめ殺人とかではもっといると思うんですけど、だいたい500人以上で、不登校になって困っている子どもは19万人以上だと分かりました。で、なぜ自分の方法がいいかというと、ATT の方がもう、まあ、分かりやすくて解説しやすいと思ったからです。このテーマを選んだ理由は、いじめで人が傷つくのが嫌だからです。で、そしてイノベーターのツールで前喧嘩を解決していたのなら、いじめでも解決することができると思ったからです。他にも暴力以外で解決する方法は、まあ絶対あると思うからです。で、ATT を使ってみました。で、まずできないことだと、みんなでいじめが起こっている状態でみんなで仲良くできないこと、いじめられている人が抵抗できない、やめてとか言えないとか、人をいじめ子だと人をいじめたいからなんかやめられないとかいろんな事情があっていじめをやめない、で傍観者が助けれない、怖かったりして助けれないことがあったり、でいじめに気づかないで止めることができなかったっていう、はい、見つけるのが遅くて大きな事件になっちゃったりとかですね。で、できるようになることは、みんなで仲良くできると、いじめられている人が抵抗できる。で、いじめをやめる。で、傍観者が助けてくれる。で、いじめに早く気がついて止めることができる。で、手段としては、傍観者が助けるですね。傍観者の中で仲間を、そのためには、傍観者の中で仲間を作って、いじめを一斉に止めるですね。で、一人の場合とか、自分は一人で止められるかもしれないっていう人は、まあ、勇気を出すとかですね。で、他にも、いじめに早く気がついて止めるには、また同じく、みんながお互いに声掛けをするっていうことですね。挨拶、おはようっていう挨拶だけども、まあ、元気がなかったりとかしたら、どうしたのかなって、やっぱり早く気づくことができるので、なんか話してくれると、もっと気がつくのが早くなると思いました。で、やってみて分かったことは、傍観者の問題だと、すごく怖いのは、誰か止める人や行動に移す人がいないと、いじめってずっと続くと思うんですね。そして、傍観者が勇気を出せば、最悪の事態を止められたり、遅らせたりすることができるのかもしれないっていうのも、絶対あると思いました。で、イノベーター塾はどんなところかというと、イノベーターでいじめを解決できたら、どんな問題でも解決できるだけでなく、たくさんの人々の命を救うかもしれない、とても素晴らしい塾だなと思いました。そして、このツールとかを子どもの頃から学んでおけば、これからの未来に大きな影響を与えるなと思います。最後に、人々が当たり前のようにしている、国語とか数学とかじゃなくて、多分、大人でも知らない難しいことが学ぶことができるところだと思いました。終わりです。ねえ、これすごいと思いません？ズッキ
もういやこれ中学生の発表っていうか、いや中学生ですっていうのを伏せといたら、これ専門家が我々になんかこう、ね、レクチャーしてるっていうしか思えないですよね。であの別の授業の時の宿題でもね、まあ、ちょうどその時こう戦争が始まったばっかりで、こうロシアとウクライナの対立をどうするかみたいのも、うん、あの分析してね宿題でやってきたんですよ。もうすごいです、参りましたって。でねこれあの我々ね先生としてやってるんですけど、先生も実は楽しくてですね、それこそね画一的な授業をやってると規定路線っていうのがあって、子どもたちに言ってほしい答えを言わせて終わるんで、うん、何の喜びもないんですよ、ワクワクしないんですよ。でもこういうふうにみんなで議論してると、あなるほどと、自分でもね多分こんなふうな事業展開になるかなって予想してるんだけど、それを裏切るような、ね、こう意見が出てくるとおお今日も楽しかったなって言ってね、教える方も実は、ね、すごい楽しいんです、うん、本当そうですね。毎回なんか発見がありますね。あの彼女の、発表であの大人の方でもなんかぐさっとくるような内容って非常にあったんじゃないかなというふうに思います。はい、このような、素晴らしい成果発表をあのそれぞれみんなしてくれます。それが終わると、認定コースの終了ということになりますので、こういった認定証をあのご自宅の方にお送りしています。それと同時にですね、終わると探偵ノートをプレゼントという形で、こんなこれぐらいのちょうどハンディタイプな感じのノートをプレゼントしています。これ実は私が言うのも何なんですけど、あのとてもいいんです私自分で言ってもダメなんですあのこれね、習ったことが見えます、習ったことがあのツールの使い方、しかもその時にどういうふうに質問をするとうまくあの書けるかっていうことまで事細かに書いてあるんですね。であのこの10回のコースで一度習ったからできるっていうものではもちろんないので、このノートに立ち戻ってもらって何かこう解決したいなと思うものが出てきた時にこれを見てもらうとあの内容として分かるので、ぜひこれを使って解決してねっていう気持ちを込めています。それからこういった形で思いついた次調べたいことみたいなテーマをね書いておくところも作っています。でそういうのを書き溜めながら少しずつあこれから取り組んでみようっていう形で後ろのノートを使ってくれたらいいなというふうな思いで作っています。はい、皆さんも欲しくなりましたはい、端っこにパラパラ漫画もつけよう、そうですね、まあ、つけたくなっちゃいますね。はい、実際の、この、 あの認定コースを受けた、お子さんと保護者の声をちょっと聞いてください。自分の意見と合わせてみんなが喜ぶ意見が出る。いろいろな年とかあの学年の人の考えを知ることができる。放送とかだと先生とかの話を受け取るだけになってしまうけど、イノベーター塾だったら自分の考えたこととかをみんな伝えたりする。生き抜く力みたいなものをここで見つけていってくれたらいいなって思ってます。あんまり勉強っていう感じじゃなくて、ゲームをするような感じで物事を深く考えるということを学べるっていうのは とっても面白いなというふうに思ってます。学校でもなんかね、普段なかなか手を挙げない感じのタイプなんですけどもね、ちょっと意見言えたよとかね。はい、親子で一緒にって書いています。これ実際に保護者の方も一緒に受けていただくことができるんですね。塾の集中講義とか夏休みとか冬休みとかにあると思うんですけど、と変わらないような値段でお子様の未来に最高の贈り物をしませんかっていう提案です。メンバー認定コースは3ヶ月10回にわたって行います。で保護者って言ってもさ、孫と一緒におじいちゃんとかおばあちゃんが一緒に出るみたいな、はい、こういうのもあってですね、それも OK ですよこれ結構皆さん喜んでます。はいはい、親御さん保護者の方なのでもちろんおじいちゃんおばあちゃん OK です。はい、一緒に学んでいただくことで本当に
私自身がそうだったんですけども、子どもとこれを一緒に受けるとですね、共通言語ができるんですよね。でその後に何が変わったかと言いますと、親子の会話で私がこう聞かれ何かを子どもから聞かれた時にすぐに答えをパッて言うのではなくって、やっぱりそこを問いで返す、で一緒に考える、でできるだけ主体的に自分で考えるっていうことを促してみると、あれ使ったらいいんかっていう形で考えながら解決できるんだっていうことが分かったんですよね。で多分それまではこう結局答えを言ってしまって、子どものその可能性自体をキュッて押さえつけてしまってたんじゃないかなと思って、ちょっとゾッとしたんですよね。そういったことも感じましたので、ぜひこれ皆さん受けていただき、一緒に受けていただければなと思います。時間帯的にちょっと難しいわっていうような方もいらっしゃると思うんですけども、その時の録画っていうものは生徒さんいらっしゃるご家庭には開示させていただいたりとかもしてますので、ぜひともお申し込みいただければなと思います。詳細はホームページまでぜひともお願いします。そこから申し込みフォームがありますので、はい、ご覧ください。はい、どうぞ。はい、このコースもですね、もうすでにこうトライアルとかね、この前も10人ぐらい集めてね、先ほど成果発表会のねものをお見せしたんですけども、できたこととまだできてないこととあって、3つのツールっていうのをしっかり教えるというね、ベーシック、ここの一番下なんですけども、ここはできました。ただこのイノベーターどんな人育てたいのっていう時の主体的に行動する力とか、他の人と協力する力を育む、こういったことに関してはやはり授業と宿題だけでは足りないだろうということで、より実践的に皆さんがね、一人一人の皆さんが課題に取り組んで成果を上げたって言えるようなね、そういったところまで、きちっとできるような、さらにまあ上級のコースといいますかね、まあ構想中といいますか妄想中といいますか、そんなステータスですけども、まあそんなことを実は考えてます。今日 TOC クラブね、皆さんいらっしゃって、イノベーターになるための思考って何ですかっていうね、そういったことを知りたいって方もいらっしゃると思いますけど、一言で言いますと前提を変えるっていうことです。ちょっとこのね動画をご覧いただきたいと思います。うさぎとキリギリス、ある日がっくり落ち込んでいるうさぎと腹ペコでフラフラしているキリギリスが出会いました。キリギリスさん、どうしてそんなにフラフラしているの？ウサギさんこそどうしてそんなに落ち込んでいるの？実はウサギが語り始めたよ。今日広場でランニングしているカメさんに会ったんだ。あんまり遅いんでつい行っちゃった。カメさん、カメさん、どんなに練習してもカメさんは僕にかけっこで絶対勝てないね。そんなのやってみなくちゃわからないよ。それで丘の上の木まで勝負をすることに。よーい。やっぱりカメさんすごく遅くって、これならしばらく大丈夫。ちょっと疲れた、ひと休み。そしたらうっかり寝込んじゃって。気がついた時にはもう遅い。カメさん先にゴールイン。かけっこには負けるし、みんなにはウサギがカメに負けるなんてってからかわれるし、落ち込んでたんだ。ところでキリギリスさんはどうしてそんなにホラホラなの？実は次にキリギリスが語り始めた。暑い夏に
必死で働くアリさんたちがいたんだ。あんまり真面目なんで、つい言っちゃった。こんな暑い日にそんなに働くなんて、どうかしてるよ。ちゃんと食べ物を集めておかないと、冬になったら大変なことになるよ。今から冬の心配なんて変なの。アリさんたちは毎日働いて、僕は毎日歌ったり踊ったり、そして冬がやってきた。とぼとぼ歩いてたら、遠くに家の光が見えたんだ。何か食べ物を分けてもらおう。そしたら、そこはアリさんの家。バカにして笑ったから、食べ物ももらえるはずもなく、冬の間何も食べずにいたんで、こんなにフラフラってわけさ。はぁ、僕たち、何がいけなかったんだろう。どうすればよかったんだろう。僕たち何がいけなかったの。はい、っていうね話だったんですけども、キリギリスさんのお話をね見たときに、冬になると食べ物がないと。なんでですか。夏の間遊んでたからですねと。でも食べ物ないと死んじゃいますね。これ分かりますよね。なんで冬になると食べ物ないの。冬は食べ物を取れないから。こういうふうにまず分析することができると思うんです。その時にこのオリジナルのねアリギドキリギリスの 童話ではちゃんと夏の間に働かないといけないよねっていうことをなんとなくこう意図してますよね。つまり行動を変えないとダメよっていうことを教訓として学ばせる内容になってるんです。だけどもイノベーターを育てる思考っていうのは、冬って本当に食べ物って取れないの？この元々の前提の方を変えることでブレイクスルーが生まれるんじゃないか、こういう思考を育てていくわけです。冬に食べ物が取れないんだったら取れるようにしたらいいんじゃない。こんなアイデアを出していくことで、今まで当たり前っていうふうに考えてきた前提を変えていく、これが肝です。前提を変える問い、ね、冬は食べ物は取れないって本当っていう、ここからイノベーションが生まれていく、そんな力を、ね、育てています。でまずね子ども向けの塾なんですけども、大人の皆さんもねこれまず、予習というかねきちっと学んでいただきたいと思うんですけど、この2冊の本これおすすめしてます。黄色い本ね、考える力をつける3つの道具っていう本があるんですけども、まあ、今日ご紹介したようなロジックで物事を組み立てていくブランチ、対立しているジレンマの状況を解決していくクラウド、そして目標達成のアンビシャスターゲットっていう、この3つの応用ツールっていうかねツールを箱と矢印とバナナを使ってね、どうやって使っていくんですかっていうツールの使い方を解説した基礎の本です。もう一冊のねこちら応用って書いてますけども、実際に大人、これ私ですけどもね、中学生と対話をしてどうやってこのツールを使っていったのっていうので、一つね事例をお話しますと、中学生がある日警察に補導されました。なんで？繁華街に制服着て遊びに行ったんで私服警官に補導されたんです。で警察署を連れてかれます。お説教されます。あんたどこどこ中だね。学校にも電話が行きます。また学校の生徒指導の先生にお説教されます。当然ご家庭にも電話が行きます。またお説教されます。3度お説教された後に何が起きたでしょう。私がねちょっと指導した子なんですけども、その後ご家庭から今度うちに電話かかってきて、でまあそういうことあったんですと、指導してください。でその子とねセッションを始めて、第一声その中学生の子です。私さ何も悪いことしてないのに、誰も傷つけてないのにむっちゃ怒られた、ムカつく。ってことは警察と学校の先生と親の指導は
コミュニケーションとしてはまあ0点だったってことですよね。そういったものをどうやって解いていくのかっていう、まあ、この子育てのね実例をふんだんに交えた、まあ、応用の本になってます。ということで、まあ、こちらもね合わせてぜひポチッとしていただければというふうに思います。あのこれね皆さんあの子供に教えるっていうのは実は責任が大きいと思うんですね将来で。実は想定以上に子供はあの切れるんです。ものすごく頭いいんです。で我々はさっきトビが言ってたのに想定したらより良い答えが出せるんです。でそれを信じて答えをあの質問ができるかっていうのはかなり高難易度、実は教える側はですねかなりの訓練が必要です。ですからあのまあ最初は我々の方で、ね、あの学んでいただくといいんですけども、やっぱり家庭内でそういった会話ができると、まあ、楽しくなるのもあるんですけども、うん、やっぱりあの子供に対して責任を持てるような大人になるためにはね、やっぱり自分自身も訓練しなくちゃいけない。でそれあんまり簡単じゃないんですけども、でもあの子供と一緒にやってるうちに教える方が最大の学びになりますので学びもあります。で応用編としてはね本当にあの考える力をやってるの方で学んでいただきましょう。結構難易度高い問題かなってます。基礎としてはこちらの方の考える力を見せるところで、これ読んでいただいてまず、まあ、予習していただくっていうのは、まあ、親として威厳を保つために必要なのかなとなぜならば子供は本当に実は想像以上に頭が柔らかく驚くほどイノベーティブな回答をします。ですからぜひこれは一応予習として親はやっとくべきだろうと。合ってます？そう思います。ね、私自身もこの3つのツールをね最初使った時にですね、これだからゴールドラットにジョインした本当に1年目です。でまだねペーペーなんでお客さんのところにねいきなり行けるようなこともないんだけど、ツールはすごい気に入りましてね、なんで僕は毎週のようにテニスの練習してトーナメントに出てるのにいつも勝てないんだろうと、この練習は一体何だったんだろうかっていうね、そういう問題を分析したらですね、あっという間ですよ。もうその次いきなり入賞したっていうぐらい劇的な成果を出して、まあこれあのプライベートでね皆さんもねゴルフされるとかね、なんかスポーツされるとかね、習い事してるとかね、試験目指して勉強してるとかね、いろいろあると思いますけども、あの皆さんの人生の中でもねお役立つというかね、レベルアップするのに非常に役立つんじゃないかなと思いますのでおすすめです。はい、ということでまずは大人から。ダイヤモンドさん協力してくれてるから、あのダイヤモンド社のためにもプチッとしていただけるとありがたいです。ぜひともよろしくお願いいたします。はいはい、ということで、まあこのね、たったの、1人当たり月6000円で、まあ、今ね子供だけじゃなくて親も学び直しの時代じゃないですか。親子で一緒に学べてしまうと、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に学べてしまって、お孫さんと毎週1回話す機会ができるっていうので、そんな理由でね申し込まれている方もいらっしゃいますので、ぜひ、お申し込みをお待ちしておりますということで、本日の TOC クラブ以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、素晴らしい、ありがとうございました。本当にあの、ね、子どもの発表を聞いてすごいと思ったのもあれなんですが、もう自分がまず、ね、このイノベーター塾行かないとっていうような感想を持ちました。ぜひそう思った皆さん、こう申し込みの方をお願いしたいと思います。はい、ということで今日はありがとうございました。素晴らしい発表、拍手です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、以上となります。では最後に TOC クラブの方からご案内をさせていただきたいと思います。はい、今日も素晴らしい発表を聞いていただきましたが、この後もね、あの TOC クラブではいろんな発表の方を、あのいろんなテーマで TOC クラブを行っていきます。まずはあのザ・ゴールアニメの、無料プレミア試写会、これも、毎順次開催しております。今度はですね10月14日、10月26日、11月9日、これでご用意しておりますので、まだあの周りの人見てないという方おられましたら、まあ、お声掛けいただいてたくさんの方に見ていただければと思います。日経新聞で全5弾でやってしまったから、あのもうすごい満員でしてですね、ぜひあのあの早めに申し込みしていただければと思います。もう14日あたりは結構パンパンですので、はいはい、ぜひお早めにお申し込みください。はい、はい、
で次にこの後の TOC クラブのテーマもたくさんご用意しております。まず11月19日ですね、銀行ビジネスのボトルネックとは何か、イスラエル最大の銀行の事例からということで、これは本日募集を開始いたしました。もうすでにですね200ぐらい申し込みがあるんですけれども、こちらも1000名までいけますので、ぜひ皆様お申し込みいただければと思います。そして新しい、テーマですね、11月22日こちらは普通の人から想像を超えるレベルのパフォーマンスを引き出す人材育成のプロセス、成長を妨げる3つの障害、これをテーマに TOC クラブを開催いたします。まあ、人の成長に焦点を当てた事例をご紹介しますので、ぜひ、お楽しみにしていてください。そして12月7日ですね、こちらは資産ゼロ、たった3人でイノベーションを形にした方法とはということで、こちらもですね創業間もないスタートアップ企業がゴールダットの思考プロセスを活用して上場企業を含む投資家や協業パートナーを巻き込んでイノベーションを形にした、まあ、この過程を明らかにした事例を実際 の, あ の, こ, の、この会社の方に来ていただいてご発表いただきます。そして12月21日ですね、こちらは会社は誰のものなのか、ミクシル始動の6月から学ぶガバナンスの課題ということで、こちらもですねこの見えますかね、この、著書を書いていただいた秋葉さんという方にご登壇いただいて、まあ、この本をベースにしたお話をしていただく予定ですので、ぜひ皆様ご予定しておいていただければと思います。はい、ご案内は随時していきますので、ぜひお申し込みいただければと思います。はい、それでは、本日は以上となります。今日も忙しい中 TOC クラブにご参加いただいて本当にありがとうございました。